こんにちは。日本学術書道会の田村喜山です。今日も担当者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の前後は、正銀小正に和すです。銀は銀影で、声に出してシーカを朗読することを言います。歌を読む澄んだ美しい声が松風の音に調和している様、唐の詩人八虚位の詩に酔って正吟を聴けば甘厳に勝るの句があります。今から正吟小正に和すを書いています。最後までご覧いただきありがとうございました。